ご視聴ありがとうございます。買い物オタクなアラサー女子です。今回はディオールのオンラインショップで約2万5000円分お買い物をしたので購入品を紹介していきたいと思います。期間限定のとっても可愛いラッピングやノベルティ、さらに会員プログラムについてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。今回もとっても満足のいくお買い物ができました。それでは用意スタート。今ディオールでは母の日に合わせてとっても可愛いラッピングやノベルティのプレゼントを行っています。こちらは2万3000円以上お買い物をした際にもらえるノベルティのポーチです。去年の母の日のノベルティもリネン生地のとっても可愛いポーチだったのですが、今年も真っ白な生地にこんな感じでお花のエンボス加工がされていて、シンプルかつとっても可愛いデザインになっています。ファスナーのところにはディオールのロゴが入っていて、中は同じく真っ白なデザインになっています。ポーチ自体は少し厚みがあってふわふわしているので、中に入れているものも傷つきにくくていいなと思いました。マチはないですが結構大きめなサイズなので、コスメとかならたくさん入るかと思います。ディオールのノベルティは毎回思うんですけれども、本当無料でいただいてると思えないほど作りもしっかりしていて可愛いので大満足です。こちらは母の日限定のギフトラッピングです。ディオールのロゴが入ったゴールドのリボンも高級感があってとってもいいですし、なんといってもこのお花柄のエンボス加工がたまらなく可愛いです。箱の蓋側は白いエンボス加工のものになっているんですが、下の商品が入っている部分はゴールドでとっても高級感たっぷりです。リボンをほどくのがもったいないんですが、早速商品を紹介していきたいと思います。まるでお財布とかカバンを買ったようなとっても豪華なラッピングですよね。他のブランドさんとかだとやっぱりギフトラッピングは有料になるところが多いので、ディオールもいつまで無料でやってくれるのかなとちょっと不安になる時もあります。このクッション材一つ一つにもロゴが入ってるんです。もうケチくさいけど捨てるのがもったいないですよね。たくさん入ってるように見えますが、今回私が買ったのは香水1点とリップを2点購入いたしました。まずは試供品が入っているこちらのポーチからご紹介いたします。こちらの巾着は小さいカバンで出かけるときにリップとかちょっとしたメイク道具を入れて持っていくのにとっても便利なんです。試供品もいくつかの選択肢の中から自分が好きなものを選んでいただくことができます。こちらはなんと原品 30ml で約3万円する高級美容液のサンプルです。自分ではなかなか手が出せないですが、サンプルで高級美容液を楽しめるのは本当嬉しいです。こちらは先ほどと同じプレステージシリーズの化粧水です。こちらはサンプルではないのですが、少し前にクリスタル会員にランクが上がったので、そちらのウェルカムギフトを一緒に送っていただきました。会員ランクアップとは何ぞやという方のために簡単にご説明したいと思います。マイエクスクルージブビューティープログラムとは、アカウントに登録するだけで誰でも入会できる会員プログラムです。購入金額や購入回数に応じてランクが決まっていき、それに応じたギフトだったり特典をもらうことができます。直近12ヶ月以内の購入回数と金額が対象になります。ディオールは一つ一つが結構いいお値段するので1年間で5万円って結構いくんですが、プラチナ会員になると急に20万円以上とランクが上がるので、こちらはちょっと遠いかなと思います。ディオール好きでたまにお買い物するよっていう方は本当にお得だと思うので、ぜひぜひ登録してみてください。
中には取扱説明書とこんな感じに紙に包まれたものが入っていました。取扱説明書っていうよりはお上品なメッセージとこんな意味が込められてるよという説明書きでした。ディオールのモチーフでもある星の形をしたシルバーのとってもシンプルなスマートフォンリングが入っていました。とってもシンプルなデザインなので好き嫌いも分かりにくそうだし、どんなスマートフォンカバーにつけても合うような気がしました。リングの部分も緩くなく、好きな位置で留めることができるほどしっかりとした作りでした。裏面はこんな感じでシールになっていて、これを剥がすとペタッと簡単にくっつけることができます。今回はサンプルの他にもミニチュアギフトをいただきました。ミニチュアギフトは 12,100円以上の購入で、いくつかの選択肢の中から好きなものを選ぶことができます。ディオールのソバージュはメンズ香水で結構人気な商品かと思うんですけれど、私本当にこの匂いが好きすぎて、もう半強制的に彼氏につけてもらおうと思ってこちらを選びました。原品をそのまま小さくしたかのような感じで、めちゃめちゃクオリティが高いです。サイズは小さいですが、一滴で結構香りも強く香るので、毎日つけない方だったら普通に半年間ぐらいは余裕で持つかと思います。ただこんな感じで蓋を開けると直で入っているので、こぼさないように注意が必要です。ここからがいよいよ私が購入したものの紹介になります。ミスディオールオードゥパルファン 30ml のものを購入しました。ミスディオールは大好きで、ブルーミングブーケやボディパウダー、ロールタイプの香水も持っているんですが、やっとこちらのリニューアルした新しいものも手に入れることができました。もうなんといってもやっぱりこのリボンがめちゃめちゃ可愛い。基本週末出かけるときしか香水を使わないので、減りが遅いこともあり、今回は 30ml のものを購入しました。思ったより小さくなく、ちょうどいいサイズでした。右側のブルーミングブーケは 50ml のタイプのものです。愛用しているうちにリボンが取れて、こんな感じでくるくる回るようになってしまいました。2つを並べてみるとこんな感じで、色もオードゥパルファンの方が若干濃かったです。香りはブルーミングブーケよりも少し甘さが増したような感じがしました。ただお花の上品の香りもしっかりと香ってくるので、くどい甘さではなくて、女性らしい優しい甘い、とってもいい香りです。この間ディオールの BA さんに教えてもらったんですが、香水を手首につけた後、こすらないで手首と手首を合わせてギューッと体温で溶かす感じで押さえつけていると、香水がよりよく香るらしいです。4つもあって爆買いしたかのように見えますが、これでリップ2本になります。こちらがリップのケースで、こちらがリップ本体のリフィルになっています。こちらは自分の好きなケースとカラーを合わせてカスタマイズできる新しいアディクトリップスティックです。ケースは全部でこちらの3種類があります。今はまだ3種類しかないですが、これからゴールドとかもっとポップな感じとかいろいろ出てきたらもっと楽しめそうですよね。ケース一つ目に選んだのはこちらのメタリックシルバーです。これ夏にクリアバッグに入れて持ったらめちゃめちゃ可愛いだろうなと思って、そこまで想像して選びました。ちなみにクリアバッグは持っていません。今回私はケースとリフィルセットで購入できるページから2本購入しました。2本目のケースはこちらのピンクカナージュを選びました。
3つのケースの中だと一番これがタイプで、これは絶対欲しいと思ってました。見た目はキルティングっぽいデザインになっているのですが、素材は完全にプラスチックで硬くなっています。こちらの2つのケースに入れるリフィルも2本購入いたしました。リップの色は期間限定色も含めて全部で35色あり、めちゃめちゃ迷いました。期間限定色や人気色は売り切れてるものもいくつかありました。1色目はオンライン限定色の718番バンダナというカラーを購入しました。今回店頭に行ってカラーとかを見ていないので、正直不安でいっぱいのお買い物だったんですが、とりあえずなくなる前に限定色をチェックしとこうと思って限定色を2つ選びました。こちらのカラーはちょっとくすんだピンクとブラウンを混ぜたようなカラーです。優しい色味がピンクカナージュのケースに合うかなと思ってこちらのケースに入れてみました。もう一色は夏にも使いやすいようにパキッとした明るめの色を選んでみました。こちらは数量限定色の872番リードハートというお色です。リップの反対側はこんな感じでロゴが入っていてとっても可愛いです。オンラインの画像で見た時は赤と茶色を混ぜたような明るい色だったんですけれども、実際に見るとピンク味が結構強かったです。このケースに入れることで夏全開のリップが1本完成しました。それぞれのカラーを手に出してみて色味を見ていきたいと思います。こちらの718番のカラーは肌なじみがよく大人っぽい可愛いカラーでした。つけ心地もとっても軽く、リップクリームを塗る感覚でスルスル塗ることができ、しっかり保湿もしてくれます。唇にのせてみるとこんな感じです。お仕事でも使えそうな落ち着いたカラーでした。続いては872番のカラーも手に出していきたいと思います。手に出した感じは青みの強いピンクリップって感じでした。もうちょっと赤みが強いものを想像してたので、似合うかなと心配になったのですが、唇にのせてみると意外となじみました。大人っぽいメイクも夏っぽい明るいメイクも意外と使い回しが効きそうなリップだなと思いました。ティッシュオフを2回した状態がこんな感じです。さすがにご飯を食べたりするとつるんと落ちてしまいますが、意外と色持ちはいいかなと思いました。ティッシュで 1,2 回オフするだけでマスクへの色移りもだいぶ軽減されますし、色持ちも良くなるので潤いは落ちてしまいますが、ティッシュオフおすすめします。ティントではないので、さすがにこすったりご飯を食べたり飲み物を飲んだら綺麗さっぱり落ちてしまいました。ついでに形がそっくりなリップグローもケースに収納することができるのか試してみました。形はほとんど一緒なんですけれど若干長さが違いました。ケースに入れてみたところ途中で突っかかってしまって入れることはできませんでした。購入する際はリップグローの方を間違って買ってしまわないようにお気をつけください。最後までご視聴ありがとうございました。
期間限定のラッピングとノベルティ、本当に可愛いので、ぜひこの機会にお買い物してみてください。皆さんのディオールのおすすめ商品、もしあったらぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。最後に、チャンネル登録、高評価、よかったらよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。